タイ航空はかつて存在したタイの国内航空会社である。拠点はドンムアン国際空港の国内線ターミナルに置かれ、本社はバンコクのポーンプラプックにあった。1988年、タイ航空はタイ国際航空に吸収合併された。日本語ではタイ航空機爆発事件のようにタイ国際航空を指してタイ航空という表現を用いることがある。 1947年3月1日、当時の内閣の決議によって、国内航空会社シャム航空が発足した。創業当初の機材は、ダグラス DC-3、ビーチクラフト C-45、スチンソン L-5 センチネル、ディアウィン、フェアチャイルドであった。初の営業飛行は、バンコクピッサヌロークイコールラムパーンイコールチェンマイを結ぶ路線であった。 二日後には、チェンマイメイサリアンメイホンソンの路線が開設された。最初の国際路線は、1947年12月に開設されたバンコクソンクラーペナンであった。タイ政府は、1951年11月1日に、シャム航空をパシフィック海外航空リミテッド、ポスト合併させて、タイ航空株式会社英語、タイアウェイズカンパニーリミテッド、 t a c と解消し、タイ航空とも称するようになった。1960年、タイ航空は、国際線部門を担う別会社として、タイ国際航空を設立し、スカンジナビア航空から資本金の3割200万、バーツの出資を受けた、合弁事業として、これを運営した、タイ航空のホーカーシドレー七百748、バンコク空港にて、1974年撮影。 タイ航空は、1963年に、ターボプロップ機アブロ748を購入し、1977年には、ジェット機ボーイング737から200、1982年には、ショート330、1985年には、ショート360とエアバス A310 から200を、それぞれ導入した。1988年4月1日、 タイ航空株式会社は、当時の首相プレームティンスーラーノン陸軍大将が承認した内閣の決定に従って、タイ国際航空と合併し、タイ王国唯一のフラッグキャリアとなった。タイ航空が所有していた11機が加わり、タイ国際航空の所有機は41機となった。1988年末には、航空会社コードも、タイ国際航空のものに統一された。 かつてのタイ航空の本社であった、ポーンプラプックのラーンルアンシャオクは、タイ国際航空が使用している、バンコク発着便、チェンマイ発着便、ハートヤイ、発着便、ワールドエアラインディレクトリフライトインターナショナル、29マーチ 1986-130AB、カンパニープロフィールヒストリー、タイエアウェイズインターナショナル、2010年6月26日時点の、 オリジナルよりアーカイブ。2013年11月22日へつらん。大国際航空の歴史と変遷。大国際航空。2013年11月22日へつらん。タイアビエーションヒストーリー。タイ,イアーウェイズフリーツハット。リベリップマンツアドバンスメンツオブタイエディ。1979-1988。 タイエアウェイズインターナショナル2009年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年11月22日閲覧ウェルカムツータイショップコンタクトアスタイエアウェイズインターナショナル2013年11月22日閲覧アクシデントディテールズ planecrashinfo.com2013 年11月22日閲覧 アクシデントディテールズ .planecrashinfo.com2013 年11月22日閲覧アクシデントディテールズ .planecrashinfo.com2013 年11月22日閲覧ありがとうございます。